ヘイリー・キヨコ・アルクロフトは、日系アメリカ人のシンガー・ソングライター、ダンサー、女優、ディレクターである。ガールズ・ライク・ガールズや、スリー・ポバーなど、同性愛をテーマにした楽曲で注目を集めている。アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身。父親は、イングランド系アメリカ人及び、スコットランド系アメリカ人のコメディアン、声優、俳優のジェミー・アルクロフト、母親は、 日系カナダ人で著名な振付師、ソルトレークシティ五輪の開会式閉会式の演出や二度のエミー賞受賞経験で有名なサラ、川原。2007年、ニコロデオンのコメディ、アンファビュラスに出演。2010年、ディズニーチャンネルのコメディ、ウェイバリー通りのウィザードたちで魔法使いを演じた。2009年、スクービードゥーの実写版テレビ映画に出演し、 メインキャストのベルマ役を務めた。2011年、ディズニーチャンネルオリジナルムービー、レモネードマウスで、高校生たちがバンドを結成、リードギター役ステラを演じた。2014年、ABC ファミリーのドラマシリーズ、フォスター家の事情に出演。2015年、アニメーション番組の実写化映画、ジェムホログラムスで、バンドのリードギター役アジャを演じている。ホラー映画、 インシュディアスシリーズの第3作目でヒロインの親友役で出演している。メインキャストを務める CBS のテレビドラマシリーズ CSI サイバーで FBI のアナリスト役を演じた。俳優業と並行して5人組ガールグループザ・スタナーズのメンバーとして2007年から2011年まで活動していた。グループ解散後はソロミュージシャンとして活動し、 2013年にリリースした EP エベルツーリメンバーでデビューする。しかし、この時点では音楽で人気を得られなかった。その後、2015年に LGBT を主題にした楽曲ガールズライクガールズを発表。自身が監督を務めたミュージックビデオは YouTube での再生回数が1億回を超えている2018年パニック。 アットザディスコのプレイフォーザウィケットツアーのオープニングアクトを担当。2008年。ありがとうございます。